裁判所の役割や放送の仕事について学ぶ裁判所探検ツアーが16日松山市一番町3丁目の松山地方裁判所で開かれ、県内の小学5年生と6年生の22人が裁判の流れを学びました。児童は裁判所職員から用語などの説明を聞いた後、市内の電気店で携帯ゲーム機が盗まれた窃盗事件を想定し、裁判員裁判として模擬裁判を実施しました。裁判官、検察官、弁護士の役割に分かれ、実際の法廷を使って刑事裁判の流れに沿って審理しました。児童は被告人役や証人役の裁判所職員に対して緊張した様子で質問を投げかけていました。メガネはコンタクトレンズをしていなかったんですか？買い物に至るは本当に6月1日だったのですか？このほか有罪無罪や量刑を話し合いで決める評議も体験しました。